週明けの18日の東京外国為替市場は、アメリカで法人税率の引き下げなどを盛り込んだ税制改革が実現することへの期待感、ラドルを買って円を売る動きが出て、円上は値下がりしました。午後5時の相場は、先週末と比べて52銭円安、レの1ドル、112円67銭から68で、た。一方、ユーロに対しては、